うちの子忘れ物が多くてね。この前なんてランドセルを忘れたまま学校に行ったのよ。でも夏休みに作った工作で忘れ物をすっかりしなくなったのよ。あれ作ってよかったわ。はい、ということでね、どっかのお母さん風に、やってみました。ですね、今回は、夏休みの最後にでも作れて、それからね、2学期から大活躍間違いなしの、この忘れ物チェックボードを作りたいと思います。ワン、ツー、スリー。工作は夏休みの最後の方でも、簡単に作れる、最後の1日でもね、午後でもできますということで、材料もですね、非常にシンプルになってます。まずはダブルクリップ、これですね、10個以上入ってるやつあります。100円ショップとかで売ってますので、ダブルクリップ、幅 2,3 センチぐらいのものがおすすめです。もっと大きいやつとかちっちゃいやつとか混ざっても OK です。で、それからこちらホワイトボードシートって書いてあるんですけども、こちらこう広げるとですね、こうなってて、実はここがホワイトボードのような素材でできていまして、よいしょ、こうやって書いてもですね、ちゃんとちょっと残ってますけども、こうやって消せるような材料になっております。で、ただの紙だと消えなくなっちゃうので、このホワイトボードシート、形とかですね、いろんな種類あります。これはですね、ただの紙みたいなのでできてるんですけども、裏にシート、両面テープついてるやつもあれば、マグネットついてるやつもあるので、好きなやつをね、選んでください。はい、そしたらですね、続いて木の板ですね。これも100円ショップとか、ホームセンターで売ってます。大きさね、自分の好きなやつ、選んでもらってもいいんですけども、あんまり大きすぎると、置き場所に困ることになると思いますので、大体ね、A4 サイズぐらいのもの、これ、それよりはもうちょっと大きいんですけども、木の板を用意してください。はい、道具はこちら。まずは長さを測るための定規ですね。それからカッター、そしてハサミで、これはですね、ホワイトボードシートを切るために使います。で、それから、板にね、イラストを描くための道具ですね。鉛筆と消しゴム、これで下書きをして、油性マジックですね。油性マジックがあると便利です。水性でも木の上には描けますけども、後からね、にじまないことを考えると油性を使った方がいいのかなと思います。で、それからこれは万能ボンドなんですけども、先ほどのね、シート、しっかりくっつけたいので万能ボンドを用意します。で、ホワイトボードシートが、最初から裏に両面テープがついてるタイプのもの、その場合はこれはなくても OK です。はい、それではですね、ホワイトボードシートを切っていきましょう。全部ホワイトボードにしてしまってもいいんですけども、せっかくなんでね、可愛いイラストとかですね、かっこいいイラストを描いていきましょう。習字が得意な子はね、墨使って描いてもちょっとかっこいいかもしれないですね。じゃあそれではですね、こちらホワイトボードのこのシート、真ん中にデカーンと貼ってもいいですし、上と下にね、分けたりしても構いませんので、好きなようにですね、位置を決めて、その大きさに切ってですね、裏をね、しっかりボンドとかでくっつけましょう。さっき言った通りね、裏が最初から両面テープになっているようなタイプの場合はいりませんと。はい、ということでイラストを描いてホワイトボードシートを貼るとこういう感じになります。お尻触り虫つってね、どうぞどうぞつって、これどうぞくん、はい、
怒られる前にこの辺にしときましょうかね。そうやってね、ホワイトボードを貼るとこういう風になります。はい、これだとですね、ただのホワイトボードになってしまいますので、ここでね、忘れ物チェックボードということで、こちらにね、チェックするためのものをつけます。で、ものは簡単です。自販機の時にも使いました、このダブルクリップですね。これを好きな位置に挟んでください。何個もね、1個だけでもいいですし、2個3個ね、挟んでも構いません。はい、こうやってね、クリップを挟めば、これで、完成です。はい、使い方はね、至って簡単です。こちらね、ホワイトボードに持っていくためのものを書きます。はい、小学生のね、皆さんが使いそうなものを適当に書きました。なんでね、学校に行くときに、カバンにね、ランドセルに入れながら、こう、リコーダー入れました。そろばん入れました。朝顔はランドセル入んねえか。まあ、いいや。朝顔を持って、上履き持ちました。給食日持ちました。みたいな感じで使います。それからですね、ここ、どうぞどうぞって書いてますけども、例えばね、お母さんが今日のおやつ、ビンダムレです。みたいに書いたら、食べ終わったらですね、一姫、二太郎、三ナスビーツ感じでね、こうやって食べ終わったら入れると、もしね、お菓子が残ってても、あ、これ誰がまだ食べてないかな、みたいなね、わかる、みたいな使い方ができます。はい。ただね、クリップ挟んだだけだと、なんか寂しいなとか、もう少しちょっと工夫したいなっていう場合は、ここのところにですね、ガムテープとか、もしね、100円ショップとかで綺麗なシールとかあれば、そういうものを貼って、パタンと折ったところに、ここに OK とか書いておくと、ちょっとかっこよくなりますね。で、せっかくなんでね、こういう玄関先とかにこれ置いてる場合は、裏面も使うと便利かと思います。で、裏にね、こうして、何々の何々リストってやっとけば、お家の人も一緒に使えます。はい、ということでね、例えば、お父さんの持ち物リストみたいな感じでも使えます。携帯、電話、財布、書き手、記帳、名刺入れ、サイン帳、サイン帳いるか、社員証みたいな感じで使います。はい。あとはね、物だけじゃなくて、お仕事のね、リストなんかもできるかもしれませんね。お母さんの家事リスト、洗濯、ゴミ出し、掃除、類、お見送り、買い出し、瞳、お迎え、夕飯作り、愛、お稽古、送迎、お風呂。まあ、お母さんって結構働いてるね、みたいな感じになりますよね。なんで、世の中のね、お母さんもですね、ぜひ、作ってですね、旦那さんに、私もこんな大変なのよ、みたいなことにもね、使えるかもしれません。はい、ということでね、今回は夏休みのね、最後の方にも作れる、忘れ物チェックボードを作りました。いかがだったでしょうか。こちらはですね、段ボールでもいいんですけども、まあ、やっぱりね、長いこと使うことを考えると、木の板の方がおすすめです。なんでね、それから夏休みの宿題だけじゃなくて、さっきね、お家の人のパターンもやりましたけども、父の日、母の日のね、プレゼントなんかにも、結構使えたりすると思いますので、ぜひね、作って、お家の人とね、一緒に使って、忘れ物、なくしてもらえばと思います。じゃあ、それでは、次回も、お楽しみに。チャンネル登録をよろしく、よろしく。チャンネル登録をお願いしますね。